皆さん、こんにちは。ネットビスアナリスト、横田修林です。今日も人工知能 AI について考えていきたいと思います。Facebook を使っている方はよくご存知だと思うんですけど、えー、Facebook の機能の中にですね、えー、朝起きてですね、Facebook にログインすると、えー、本日の過去にこんなことがあったよっていうことをですね、紹介する画面が一番最初に出てくるんですね。で、それでですね、昨日は2018年、 8年10月15日だったんですけど、実は弊社の創立記念日でして、そうすると1年前にですね、あの、こんなことをしてお祝いしてもらいましたということで、まあ、お祝いのね、タオルとかを作ってくれたんですね。で、そのようなものがボーンって出てきてですね、あ、そういえば1年前にこんなもらったんだとかですね、えー、過去にこんなとこに行ってきましたとかですね、そういう思い出がガーッとね、1年前、2年前、3年前という形で出てくるんですね。で、これを見てると、すごくですね、あの、 素晴らしい機能だなと思っているんですよ。で、これらは、まあ、Facebook の機能だと思うんですね。で、あの、まあ、人間でも、その誕生日とか記念日をよく覚えてる人がいて、で、そうするとね、豆だね、とかって言ってえ、結構こういうものって、あの、喜ばれますよね。だから、こういうの得意なのって人工知能 AI じゃないですか。だから、その、記憶力、記録力がいいっていうの、記録ができるっていうのが、まあ、 AI のすごいところなので。 ここの部分は、やっぱり人間はね、フルに活用した方がいいと思うんですね。だから、例えば自分の思い出とか、自分がえの過去にのあの残したいことっていうのは、こういうふうに入れておくとですね、こう1年前、2年前のところ出てきますよね。そうすると、もう一回ね、友達とか過去にあったことに対して感謝をしたり、お礼を言ったりとかえすることができますので、それを人工知能さんにやってもらっただけでなくて、それをアナログで まあ人間の方がですね、それをこう、なんか、その人たちに伝えていくっていうことをすれば、AI が賢くなればなるほど、人間もそれにね、そのツールを使うことによって、賢くなっていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思うので、ぜひね、その辺をこうね、やってみるといいかなっていうふうに思います。でこのような、Facebook もそうだけど、 あの、記念日とか、えー、誕生日とか、えー、ですね、ものとか、何かこう、節目になるものとかね、あと切り板とかですね、えー、例えばなんかこう、何々を達成しましたとか、こういうものって本当に強いので、えー、いろんなツールを使ってですね、え、登録して、えー、何かこういう時に情報発信できるようにしてください。まあ、これも結構よくやってますよね。あの、何万人になりましたとか、えー、何日目になりましたとかってよくやってると思うんですけど、えー、ぜひね、AI を 活用して、えー、自分自身のアップデートをねしていただければと思いますネットベースアナリスト横田修林でしたありがとうございましたではまた明日